クズ検診者のオークス写真では、その大きさを感じにくいが、日本の巨樹として一般によく知られている、縄文杉と、このオークスはほぼ同じ太さである。クズ検診者のオークスは、静岡県伊東市万場町にあるクスの巨樹で、国指定の天然記念物。伊豆半島は温暖でクスの成長に適しているとされ、クスの巨樹が多く残り、その中の一本がこれである。オークスは、 市役所の300メートルほど南西にある、葛ず検社者の境内にその巨体を置き、この神社は、伊豆の北東部が、葛美省と呼ばれていた、平安時代に、省の初代寺頭であった、工藤介隆が、京都の伏見稲荷を、環状行使し、社殿を造営したことに始まるもので、オークスはその脇で、伊東家の厚い保護と崇敬を受けて成長しながら、今に至るものである。このオークスは、 樹齢千数百年とも言われ、幹周は15メートルほどにも達し、幹の中は大きな空洞となっている。このため、幹が折れぬように金属製のベルトで締められており、また、大枝も柱で固定を試みてはいるが、現在は台から浮いてしまい、その効果は期待できそうにない状態にある。1996年9月22日には、房総半島沖を通過した。 台風17号の影響で枝2本を破損し、そのうちの1本は大枝の一つで直径50センチメートル、長さが12メートルほどあり、高さ約10メートルの部分で折れ、地上に落下した。なお、大スの周りには歩道があり、周回しながら眺めることもできる。また、大スの右手前には、伊東市に晩年住んでいた元首相、若月玲二郎が寄進した。 この巨字を称える石碑が置かれている。1933年2月28日に国指定の天然記念物とされた。ありがとうございます。